田口健三は日本の新聞人、秋田県会議員、郷土氏や、松本公子。だ。田口家は秋田県の花盾村の人であり、先祖は、先祖とされる。大曲城の祖宝家であった田口米吉の次男として生まれる。祖父、岩蔵が健三には幼くして、非凡な才能のあることを見抜き、満三歳から大道正次郎という人をつけて、勉強させた。 大道の熱心な教育もあり、通常より2年早い5歳で、対極小学校に入学し神道と呼ばれる。1891年に、秋田市伝神画会が、平福実の案の追悼画会として全国から作品を募集した際に、当時9歳の建造も、絵画を応募したが、審査に当たった、鈴木百年、菅原白龍は筆致に感じて、法書誌に、漢文の奨励誌を書いて、 手図から与えた。なお、この時、当時15歳の平福百水も絵画を応募しており、賢三と同じく宝書士の奨励士を受けている。平福百水はこの画家を機として日本画家の道を歩んでいったが、賢三は祖父の岩蔵が、賢三を経済家か政治家として田口家を継がせたいとの思いから絵を描くことを禁じられたため、 日本画の方面の才能を伸ばすことはなかった。健三は13歳で、秋田中学へ入学し、卒業後は上京して、東京専門学校生経過に入学するが、文学の憧れから、文化の坪内商用に支持する。東京生活の間に健三は、高浜巨子、川藤壁後藤長谷部玄人、柳田国を、黒板、勝美、伊藤幸らとの交流を持つ。 しかし、整形科に入学させたにもかかわらず、文下に熱心なことを祖父の岩蔵が知ることになり、建造は中退させられてしまう。巨子らとの交友は建造が東京を去った後も続き、一例として1910年8月21日に、百水と巨子と、ほととぎス道人が、土米河村の石井露月を訪れた、歳の梅雨月の日記に、松穂の名前も上がっている。 1904年に地元である大曲町で戦北新報が誕生すると、建造は同志に随筆を乗せ、1918年には戦北新報の二代目社長となり、1925年には戦北新報社長をしながら、大曲町長に当選し2期を務める。1937年には秋田県会議員に当選し1期を務める。戦北新法社長は、 太平洋戦争中に地方紙が統合されるまで続いた。戦後、戦北新報が秋田民報と解体し、発刊を再開した際には社長にはならなかったが、数多くの随筆を同志にて発表している。他にも、秋田伊佐新報をはじめとして、寄稿先は多い。また、廃人としても秋田在住の作家である赤川菊村、安藤和風、斎藤露洋。 伊藤秋田坊、金沢大日、中村月光、高かもめ水、小田の歴窓、渡辺曲水といった人々とで1906年に万竜古銀社を結成し、俳句雑誌、マルコカは発行を創刊する。1932年には大曲町図書館長となり、亡くなるまで続いた。1948年には、県重要美術調査委員。 の県文化財専門委員となって、県内文化財の発掘にも努めた。田口家は、多層の家と言われ、今の木村委員のあたりにあったとされ、広大な土地を有していた。また、対局の合商だった田口駅吉は、建造家の冒険にあたる。大曲駅西口には、田口松穂の下避がある。お台寺は、対局の浜町にある本勢寺。人事公新独の、 第8版より、田口松穂に関するカテゴリー、ありがとうございます。